もガキョです。ガキョのゲーム実況、ゴースト・オブ・ツシマ第4回目やっていきましょう。前回の続きということでメインクエストちょっとやっていきたいと思います。ユナの弟忘れてたよ。そう、タカを助けるって言ってから結構時間が経ってしまいました。はい、ユナの弟がちょっと捕虜にされているので、それを助けに行くというメインクエストでございます。ここかな、ここだ、ほら。まだ根に持ってんの？タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは、失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り、そんで島一番の山氏。賢治をアザモウラから助けるのに手を貸してくれるんだってさ。アザモウラって読むんだね。あれ、村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。なるほど。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。ほら行くよ。さあメインクエスト、砕けた土やっていきましょう。荷車に隠れてください。隠れんの？荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。足の酒が口にあったようで。もっとよこせーって。もううるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒をよこせって脅されてまして。支度できたな。あ、本当にやるつもり？タカのためだから。アザモウラはどのようなありさまだ？歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか、下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いているやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか？アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。もうこだ。お、二人とも早く荷車へ。荷車だな。任せろ。やめてくれ、タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。隠れていくパターンのやつ。よいしょ、隠れる。構えて、身を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってなんで。ナースだ、ナース。ほれ酒だよ。酒か、ほら行け。あぶねえ。わ、いっぱいいるな猛虎が。そろそろです。静かに。あいよ。大丈夫かな。ひどい。あららら。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。頼むよ。無理はするな。酒井様もご武運も。頼むよ検事。タカが待ってるよ。行こう。この上よ、見て。なるほど。あれが一人の頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。なんてやつだ。そのところに行くかも。追うぞ。望みをすべて奪い、牢
ボー。ぶねえ、ほぼ見つかってたんじゃねえの。いや、ユナ見えてるよ。ユナ見えてるって。きっと中は無事だ。肝が小さいから。行くぞ。なぶなぶね。まあ、なんとか無理やりついてきてる感じはあるよね。チンハルボ、俺も行く。危ない危ない、超ギリギリ、めちゃくちゃギリギリ耐えた。どうすんだよ。チンハルボ、チェイヨハルさん、あっちベリー、見つかった。あ、なるほど、屋根の上から行けばいいのか。よいしょ。俺めちゃくちゃ下通ってたわ。これなら大丈夫じゃんね。お、手を抜いてるぞ。粗悪なものしか作ってない。やはりね、タカがいる。タカがいる。他に鍛冶屋がいない。わしだって鍛冶屋だ。それにあいつより腕がいい。二人分の飯はない。だからタカを殺す。ひでえ。だがお前も気を抜くでないぞ。あの野郎め、タカがやられる。助けるしかねえ。いけるいける。ベンディゴール。休ませてくれ。だから。やめてくれ。つえな、ユナ。姉さん。だか。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ、どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。よし、この近くに門か。ではそこから出るぞ。見つからないようにね。向こうが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。よし、来た来た来た、脱出。どこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。ケンジ、あー、しんどかったな。突然メタルギアやったな。なんかケンジだよ。タカ、やったな。ケンジ、いえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモ裏から少しでも離れよう。夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。あー、よかった。行く先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。伊豆原。疲れたか。酒が飲みたい。あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。
でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。ここはどこだ。弓取りの丘っていうとこまで来たよ。もう体がガクガクだ。お松は山の向こうだよ。はは、火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。なるほど。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。すぐ行くんかい。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだな。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。いいやつだな、ジン。お、トロフィーも獲得しました。火を起こせ。ユナの弟は救いました。これでなんとかなりましたね。はい、このまま勢いで、火事場に火をもうやっちゃおうか。うん、いっぱい猛虎がいる。そい、ね、いいの、こんなサクサクいっちゃって。いって、よいしょ、助けに来たぞ。待ってたよ。何が起きた。タカはどこだ。村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされた。なんかもうユナを見ると安心するっていう。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。ほう。はあ？村の火事場も民も失えぬ。いいやつだな。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。さあ、火事場に火をやっていきましょう。何人生き延びたんだ。そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。タカはどうだ。虫の一匹も殺せないふぬけだよ。今のは秘密ね。なぜ兄弟でそうも似つかぬ。酒くれるなら教えてあげる。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで。このね、小松の火事場は前探索でね、ちょろっと来たんすよ。生きてた。猛虎は行った。しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。ここそうするとうまくいけば拠点になるのか。火事場は動くか。ああ、でも火はつけないよ。ここか。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば血のりを生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので。おじ上を救いたい。かねたの木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。守ろう。なんかいい感じにこう服が赤と青でカップルみたいだよね。
火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。幸男？幸男を見つける。幸男はいずこ。100メートル圏内。よし、行こう。行くぞ。救出。近寄らないで。幸男か。めっちゃ嫌われた。はい。タカが火事場で待っておる。小町を。妻と妹が川にいるんです。なんだと？今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。もう。苦手だな、この守りながら行くパターンのやつ。知るかよ。幸男の嫁はどこにいるんだ。隠れろ。ちょっとやってくるわ。アルボ。おい、ちょっと足を止めるでない。猛虎に見つかった。ここにおれ。うん。お、やべやべ。そいや。よし。ああ、守りながら行くの大変だな。生きてるの。ついてこい。火事場へ向かうぞ。よし。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。このお方の強さといったらまるで鬼だよ。いや、すげえ言われよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。よし。後ろ向いて、でも弓矢か？なら瞬殺。よし、行くぞ。行けた。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。なんとかなった。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。ありゃ。戻るまで火を入れるな。次はユナ。いたいた。ジン、こっち。何やってんの。何をやってんの。火事場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。なんてこった。行くぞ。もう全体的に助けに行くパターンのやつじゃねえかよ。そうやってやる。見とけよ。やら。どこに消えた。知らないよ。お願いだから殺さないで。おりゃ、すぐそこにいるんかい。どっち。よし、行くぞ。救出。どうもありがとうございます。いいえ。まだ気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。
冷静な脳筋としてはもう俺が最速で行って始末して、最速で、最速でさせるか。よし、させるかよ。よし、よし、冷静な脳筋。今日も京都で冷静な脳筋だった。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよここで猛虎を迎え撃つ。やってやりましょう、やってやりましょうよ。ああ、まず弓から始末しよう。オッケー、おいさ、おいよ。うわ、このデカブツ、さよなら。よいしょ。こいつら火事場に入った。すぐに蹴散らせよ。火事場に入られた、止めるぞ。弓矢からなんとか。よっしゃ。誰か襲われてない？襲われてる。いや、本当だよ。よし。こいつはなんだ。よいしょ、とどめも刺す。痛い、舐めおってからに。くそ、次から次へと来るな。痛い、こいつはやるな。外でやろうぞ、外で。よいしょ。自然一瞬、火事場が囲まれた。早く殺さなきゃ。どうした、取り組ん。おいさ、次。どうした、次から次へと来るね。修羅の道ぞ、修羅の。さあ敵、どうした。ラスト、はーい。次は多分風の型だと思うんだよね。何人切り殺したんだ俺は今。しんど、引いてる、みんな引いてる。お侍様の戦い方じゃない。何を申す。侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者、クロード様さ。あ、ここでクロードって言葉出てくるのか。早く逃げましょう。なるほどね。ずっとクロードって何なのかよく分かんなかったけど、ならぬ、ユナがこうやってつけたのか。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。
結構無理やりだけどいいのかな、みんなちゃんと付き合ってくれんのかな。伝説のクロード悪くないだろう。なるほどね。なんかようやっとこうね、その話が先に進んだようなそんな気がしました。お、なんかちょっとメインストーリーに変化が。侍は誉れを重んじると書で。久しぶりだなコトゥン。それが己らと我らの違いよ。お久しぶりじゃないコトゥンよ。ならばなぜ我が兵は背後から切られている。酒井は決してさような手を使わん。いやすいません、結構やっちゃってます。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。いい声だな。お前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大原国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。なんでこいつは日本語喋れてんだろう。己の老いはコトゥンはさ、踏み外すことになるぞ。それまで首が繋がっていれば。まあそれもおいおい、あとはわかるでしょう。というわけで今日はこの辺で終わらせておきましょう。結構進んだんじゃないでしょうか。あとこれでメインで進めなきゃないのはこの、浪人は、なんちゃらにいると、難しいんだよな読みがな。はい、これが最後かな。うん。であとはその城の壁を越えるやつを作ってっていうのでちょっと進んでいくのかと思います。あと空いた時間でいろいろサブクエとかはいろいろ個人的にやっておこうかなとは思っております。はい、ということで、次回の画卿のゲーム配信もよろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますね。画卿でした。